皆さんおはようございますただいまから礼拝を始めますはじめに総額をしていただきますので黙祷いたしましょう 「三三詩詩節,節見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ何という楽しさであろうそれは頭の上にそがれた尊い油のようだそれは髭にアロンの髭に流れてその衣の襟にまで流れした,たる」。 それはまた、シオンの山々に降りる、ヘルモンのつゆにも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。では、ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌六十六番。聖なる聖なるをご一緒にお歌いし、主を褒め称たたえましょう。 一緒に主の祈りをお祈祈りりいたしましまょう主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何のものなればなり。あめ。続いて、使徒信条を告白いたします。使徒信条、我は 天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえりかしこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずあめではお祈りいたします 恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を崇めて賛美いたします。あなたが私たち一人一人を愛してくださり、日々の糧を与えてくださり、恵みを添いでくださり、そしてこの週の初めに私たちを礼拝の民として名前を呼んでお招きくださったことを感謝いたします。私たちはあなたを知る前は、 罪のの中に死んででいたものでしたもし自分でやりたいと思う良いこともすることはできず罪の奴隷となり両親を痛めるものでありましたしかしそのようなものをあなたは御子イエス様の十字架の血潮によって自由を与えてくださいました私たちの全ての罪をイエス様が背負ってくださり私たちの代わりにその死を 通して私たちの罪をあがなってくださったそして復活によって私たちを神様の子供として永遠の命を与えると約束をしてくださいましたありがとうございます今私たちもあなたの大きなご愛をいただき神様の子供としてこのところに招いていただき礼拝を捧げることができますことを感謝いたしますどうぞこの大いなるお方が また、力ある神様が崇められますように。私たちも今一度、あなたから頂い,いた数々の恵みを何一つ忘れることなく、心を静め、感謝を持って、喜びを持って、あなたに礼拝をお捧げいたします。どうぞ、主の皆だけが高らかに崇められますように。主よ、どうぞ、今、ここに集うお一人お一人を豊かに祝福してください。 オンラインを通して礼拝を下げるお一人お一人を祝福してください。また、試みの中にある方、病の中にある方、どうぞそのお一人お一人に、今、あなたが見てを述べてください。主はすべてを知っておられます。すべてあなたを求めるものを、あなたは <coughs> 見いだしてくださって、恵みを施してくださるお方、また、癒しを与え、 上よりの新しい力で満たしてくださるお方です。主よあなたの哀れみが豊かにありますように。主、今、全地であなたを礼拝する民があなたに賛美を下げております。どうぞこの礼拝をあなたがお受けくださり、あなたの皆だけが崇められますように。どうぞこの小さな集まりでありますけれども、このところで持たれる礼拝も、 主ご自身が中心にお立ちくださってお一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。これからの時一切を見てに委ね尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンでは聖書を拝読いたします。 本日の聖書は「コリント人への手紙第2」第24章1節から6節一節から六節になります、はい、では拝読いたします「こういうわけで私たちは哀れみを受けてこの務めに任じられているのですから」 勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て悪だくみに歩まず神の言葉を曲げず真理を明らかにし神の見前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますそれでもなお私たちの福音に大いがかかっているとしたらそれは滅びる人々の場合に大いがかかっているのですその場合 この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主なるキリスストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よ。 と言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。はい、以上です。いや御言葉を取り継がせていただきます。 お祈りいたします天のお父様あなたの皆を崇めますこれから御言葉を取り継がせていただきますどうぞ主ご自身が今私たち一人一人に語りかけてください聖霊様がお一人お一人に働きかけてくださって霊の目を開き あなたをを見ることささせてくださいまた例の耳を開きあなたが語ってくださる御言葉をしっかりと聞くことができますようにどうぞ哀れんでくださいこのしもべも十字架の陰に隠してくださり主の尊き器として用いてくださいますように主ご自身が今日の御言葉をお語りくださり ご自身の栄光だけを表してくださいますようにお願いいたします一切を見てに委ね尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。今日は「光が闇の中から輝き出よ」というテーマになっております。光が闇の中から輝き出よ。 ですねえー、皆さんは心が暗くなることってありませんでしょうか、えー、イエス様を信じた人は暗闇から光に映さされれると約束されていますですから救われた喜びで心も輝くんですけれども時々ですね信仰を持っていても輝きが失われてしまうことってないでしょうか え今日はその原因をちゃんとね、み言葉から知って、私たちもパウロのように、人々に希望を与えるイエス様の輝きを伝える人にしていただきたいと願っております。では、聖書もう一度お読みいたしますね。コリント・ビトの手紙第2、2章の1節と2節を拝読いたします。 こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て悪だくみに歩ます神の言葉を曲げず真理を明らかにし神の見舞いで自分自身を全ての人の良心に推薦していますパウロは 立法を守ろうとすればするほど自分の罪深さを示されて自分が罪の奴隷になっていることを悟りましたそのようなパウロなんですけどもイエス様に出会いそしてイエス様を救い主と信じて従うことによって精霊様を受けました自由を得ることができたんです非常に大きな喜びを持ってね 感謝を持って、そしてその後はイエス様に全く従うそのような人生に変えられていったわけですね。パウロはそれまでイエス様を迫害するものでした。立法に非常に熱心だったあまりイエス様を迫害するものだったんですがそのようなものであったにもかかわらず神様の憐れみによって 使徒としての奉仕を与えられました。ですから、パウロはイエス様の大きなご愛を受けて、使徒の務めに任じられているのですから、どんな状況でも勇気を失うことなく、神様の御言葉を曲げず、真理をまっすぐに語り続けました。また、人々がパウロの言葉に耳を傾けることができるようにする、そのために、 パウロは、初めて訪れる場所でも、隠れて恥ずべきことをしません。悪だくみをすることをしません。初めて行くところでは、この人一体どんな人だろうか。そういうふうに人々は見ます。その時に、行いが悪ければ誰も相手にしてくれませんよね。現代だったら、 不審者情報として挙げられるのがオチですねそのようにならないようにパウロは決して隠れて悪いことをすることはしない誰も見ていないと思われるところでもパウロは神様の見心に従ってまたイエス様がなさったように正しい行いを続けていたわけです神様の見舞いを歩み続けそして行いを通して 自分自身を人々に推薦していたわけですね。そして人々が集まりその人々に真理をまっすぐに語るそのような使徒としての奉仕を忠実に行っていました。そして3節4節です。それでもなお私たちの福音に大いがかかっているとしたらそれは 滅びる人々の場合にいいがかかっているのです。その場合この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。はい、真理をまっすぐに語るとそれを聞いた人たちは2つの選択肢に迫られます。者択一です。 パウルは語ることはあの十字架にかかったナザレのイエスはまことの神様でありあなたの罪をすべて背負って十字架で死んでくださったのだそして墓に葬られ3日目によみがえってくださったのだこのイエスを信じるならイエスを信じ従うならあなた方の罪はすべて許され神様の子供になります 永遠の命を受けますそのようなメッセージですね。それを聞いた人たちは2つの選択肢、それを、えー、選ばなければなりません。1つは、「アーメンその通りです。イエス様は私の救い主です。そう言ってイエス様をここに受け入れる。自分の罪を認め、自分の罪を悔い改め、イエス様を信じ、受け入れること。もう1つは いや私には関係ありませんよ私は罪などありませんイエスなど知りませんそのように拒否することどちらかですパウロの宣教を通してもやはり二手に分かれます多くの人はイエス様を信じましたそしてこの「コリン・トビト」への手紙にあるようにこの宛先の人たち彼らはイエス様を信じ受け入れたんです パウロが語る言葉を聞きそしてイエス様を信じ受け入れた人たちそのような人たちもたくさんありましたしかしイエス様を信じなかった不信者不信者です不信者と呼ばれる人たちもやはりありました確かにパウロは人々に対して言葉においても行いにおいてもイエス様がなさったように神様を明かしし 神様の栄光を明らかにしたんですそれでも福音を信じない人たちはありましたその原因なんですが二つ考えられるんですね福音を聞いても信じないその場合二つ考えられます一つは語る側に問題があるということです福音を語っているはずなのに実は 福音でないものを語ってるそのような時に神様の栄光は現れません当然ですね嘘を言ったらダメです、えー、そのような場合決して少ない人は起こりませんもう一つの場合それは聞く側です福音を受け取る側そちらに問題があるという場合です このパウロが福音を伝えていた、それでも、えー、信じない人がいたこれは明らかに聞く側に問題があったということをパウロはここで説明していますね。ずっとパウロは自分はキリストに忠実に従ってきたのだ神様の御心を忠実に行ってきたのだということを明かしし続けました。 そしてそれによって多くの身を実らせてきたそれを見てきた神様がなしてくださった救いの見業を見てきた私は忠実に行ってきた人の働きを行ってきたんだそれでもまだ救いを受け入れない人たちもいたんだそれはなぜかそれは決してパウロが神様の栄光を隠しているのではなくて福音を 拒否している側、信じることができない人たち、そちらの場合ですね、その人たちの場合、彼らの目に覆いがかかっているのだと、そのようにパウロは教えています。聞く側に覆いがかかっているので、それを見ることはできない、神様の栄光を見ることはできない、福音を聞くことができなくなっている。そう教えています。では、この覆い。 誰が書けるんでしょうね自分自身かもしれませんがそうではないんですよということをパウロは教えます特別な場合神様が真理を知らせないようにされることもありますししかしこのの新約の時代 神様すべての人が真理を知って救われることを望んでおられますからそのようなケース神様が応いをかけるというケースはほぼありませんでは誰が応いをかけるのか信仰の目を開かせず神様の栄光を見せないようにしているのはこの世の神この世の神です やっぱり神様じゃないかと思う方がいるかもしれませんが、パウルはこの世の神と言っていますね。それはサタンのことです。私たちが今礼拝している父なる神様のことではありません。サタンのことを言っています。悪魔です。サタンが人々の目をくらませて、パウルを通して示される神様の栄光の輝きを見せないようにします。 またその人が神様の栄光を受けたとしても輝くことができないようにその人の心に覆いをかけてしまっているわけですだから福音を聞いても信仰を持つことはできないイエス様を受け入れることはできないそのような人たちがいるわけです五節六節拝読します 私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのために、あなた方に使えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。 この手紙を読んでいたコリントの信徒たちはサタンの妨害に惑わされることなくパウロが述べ伝えた「主なるイエス・キリスト」を信じましたこれは、えー、パウロが優れた説教者だったからではありませんまた、えー、先ほど行いもね非常に隠れてます 悪を行うことはないということをパウロは明ししていましたけれども決してパウロ自身が素晴らしい人格者だっただから人々が救われたというわけでもないんですただ神様の憐れみによって使徒としての務めを行っていたからですその忠実な働きによって聖霊様が働いてくださって人々はイエス・キリストを信じ救われました パウロは自分がイエス様のために人々に仕えるしもべであると語っていますね。人々から迫害されるような困難の中でもパウロが宣教の働きを続けることができたのはただ光が闇の中から輝き出よと言われた神様がパウロの心を照らして キリストの御顔にある神様の栄光を知る知識を輝かせてくださったからです罪の奴隷として暗闇の中にいたパウロの心にイエス様の愛の光が差し込んで心の覆いを取り除けられて神様の栄光を受けることができたからですモーセの顔が神様の栄光を受けて 輝いたように、パウロの心が神様の栄光によって輝いていたので、パウロはキリストのしもべとして、イエス様が人々に仕えられたように、人々に仕えることができました。また、イエス様が真理と神様の栄光を示されたように、パウロもまた、 真理を語り神様の栄光を述べ伝えることができたんですそれによって人々は救いを受け人々の心にも神様の愛が愛の光が輝いたんですね私たちも罪の奴隷として暗闇の中にいました また救われた後もこの世の神そう言われているサタンですねこのサタンは私たちの隙を見つけては心に覆いをかけて神様の栄光を隠してまた、えー、私たちを通して神様の栄光が輝くことができないようにさまざまな手段を使って妨害をしてきます信仰生活を続けている中で 自分は神様の子供としてまたイエス様の弟子として神様の栄光を表すはずなのにそれとは逆にイエス様の御顔に泥を塗るようなことをしているなとそうして自分に失望してしまうようなことないでしょうかそれはこの世の神であるサタンが 心に覆いをかけてくるからです。しかし、私たちがイエス様にしっかりと目を向け続けるなら、イエス様はその覆いを取り除いてくださいます。自分で取り除くということはできませんね。イエス様が取り除いてくださいます。そのために私たちは、 イエス様に目を向け続け続るる必要があるわけです。他のものに目を向けているとサタンはこの人はこいつはお金に興味があるんだな <laughs> そう思ったらお金をうまく使って心にお湯をかけ神様の栄光を見せないようにするそのような 悪魔は私たちの心に覆いをかけて神様の栄光を見せないようにまた信徒一人一人から神様の栄光がキリストの栄光が現れないようにして人々がこれ以上救われないように妨害をしてくるわけですイエス様が心の覆いを取り除いてくださるなら 神様の栄光を輝,輝かせることができるようになります。神様の子供として、キリストの弟子として、この世の光として仕えることができるようになります。溢れるばかりにご愛と恵みを添いでいただくことができます。直接 <laughs> もう一度ますね。光が闇の中から輝き出よ と言われた神は私たちの心を照らしキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです光が闇の中から輝きでよそのよ神様は私たちにも語りかけてくださっていますねそして私たちを暗闇から光へ死から命に移してくださって 私たちを世の光として使わせてくださいます。ですから私たちはサタンに惑わされないようにいつもイエス様から目を離さないで精霊様の助けをいただいて神様の栄光を知る知識を輝かせていただきましょう。お祈りいたします。「光が闇の中から輝きでよ」と言われた神は私たちの心を照らし キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです天の父様あなたの皆を賛美いたしますあなたは私たちの心の覆いを取り除けてくださり神様の栄光をはっきりと見ることを得させてくださいましたイエスキリストの大きなご愛と恵みを私たちははっきりと 見させていただきそしてあなたの栄光を私たちの心に注いでくださること感謝いたします私たちの暗闇であったこの心に光よ輝き出ようと今私たちにも語りかけてくださり私たちの心に愛の光を灯してくださることを感謝いたします私たちがこの光を受け取ることができないのは 私たちの目がイエス様以外のものに向けられサタンがその隙に心に覆いをかけているからであることを今教えられました今私たちの信仰の目をイエス様あなたに向けます信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目を向けますどうぞイエス様私たちの心にかけられた覆いを全て取り除いてくださり あなたの栄光を拝ささせてください。そしてモーセが神様の栄光を受けその顔が輝いたように私たちの心も輝かせてくださいそして私たちを通して放たれるあなたの愛の光がまだ暗闇の中にいる人々にも伝えられすべての人がイエス・キリストこそ主であること救い主であることを知って まことの光を得ることができますようにどうぞこの暗闇のようにあなたの光が満ちあふれあなたの愛があふれますように今日の御言葉の恵みを感謝し尊いイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。 ただいまから、聖餐式を行います。はじめに、ご一緒に賛美をいたします。聖歌167番、しみもとがも。ご一緒にお歌いし、主をほめたたえましょう。 愛する兄弟姉妹今私たちは尊き救い主のあがないの恵みによって神の子とされ主の定められた尊い生産の恵みに預かろうとしています。キリストはすでに私たちの罪のため十字架にかかりその死と苦しみ等を通して世の罪をあがない私たちを儀なる者とし神の子として永遠の命を与えることを約束されました。 このように、主キリストは私たちを愛して、その測ることのできない恵みを常に私たちに記憶させるため、またキリストにある命を生かすために、この生産を定められました。それゆえ、その御恩寵に感謝してこの式を守り、主イエス様が世を裁くために再臨されるその時まで、キリストが私たちを愛されたように、私たちも互いに愛し合うべきであります。お祈りします。 ご自愛に富んでおられる天のお父様、私たちのためにあがないとなってくださった主イエス様を記念する生産の式を見舞いに守らせてくださるこの恵みを感謝いたします。どうぞこの式を通して神様のご恩寵を味わうことができるようにしてください。主よ、私たちにより深い恵みとご愛と知らせてください。尊い主の皆によってお祈りいたします。アーメン。 では聖書を拝読いたしますコリントビトの手紙第1 1一章23節から26節「私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです」すなわち「主イエス」は渡されるよパンを取り感謝を避げてのちそれをきこう言われました。これは あなたた方のためのめ私の体です私を覚えてこれを行いなさい夕食の後杯をも同じようにして言われました「この杯は私の血による新しい契約です」「これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい」ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに 主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですお祈りします天のお父様私たちは今イエス様がお流しくださいました尊い血潮のゆえに御前に進み出て生産の恵みにあずかることができますことを感謝いたします 私たちのあがないのためこの世に来てくださいました主イエス・キリストの極難と十字架上の死とその復活及び昇天等を記憶しここから出る大いなる恵みを感謝し見前にてイエス様の命じられた精霊点を取り行おうとしております。御心に背き罪を犯していた私たちを十字架の父親によって許しを与え清めてくださり今 神様の子供として、清く傷のないものとしてくださったことを感謝いたします。今、信仰をもって、主イエス様の定めに従って、このパンと杯とを受け、キリストの尊い身からだと、血潮とに預かることができますことを感謝いたします。この生産を通して、私たちの霊性と肉体とに、新しい命を、力と限りない主の具合と、 増し加えて十字架を追って主に従うことを得させ、主イエス様が再び来てくださる時まで耐え忍ばせてください。今、見舞いに備えられたパンと杯を整備し、信仰を持って受ける私たち一同おめぐみください。尊い救い主イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン ただいまから分散をいたしますがこの生産はイエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださったそして墓に葬られ3日目によみがえってくださったということを信じそしてイエス様に従うそしてまたイエス様が命じられたように父子精霊の皆によってバプテスマを受けられた方その方は どの教会でバプテスマを受けられた方ででも、ここの生産に預かることはできますですがまだ洗礼を受けてらっしゃらない方は今回のこの生産、えー、パンとブドウジュースですかそれをお回しいたしますがお取りになるのをどうぞお控えくださいまた一日も早く皆さんがそろってこの神様が与えてくださる生産の恵みに預かることができるようなことをお祈りします では、ただいまた彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福してのちこれを裂き弟子たちに与えて言われた「取って食べなさいこれは私の体です」また杯を取り感謝を下げてのち、こう言って彼らにお与えになった。 皆、この酒好きから飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。アーメン じゃあご一緒に信仰を持ってキリストを味わいます。 一緒に信仰を持ってキリストを味わいましょう。では、お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を崇めます。この生産の恵みに私たちを預からせてくださり感謝いたします。私たちをあなたは愛してくださり、そしてバプテスマを授けてくださり父巫女御,御霊の。 神様と私たちを一つにしてくださっていることを今もう一度教えられます。そして今、命のパン、イエス・キリストの御体を私たちもいただき、また契約の地をいただき、私たちが永遠の命をもって、イエス様と共に今この地上にあることを教えてくださり、感謝いたします。 私たちは罪の中に死んでいたものでした。そのようなものをイエス様が生かしてくださいました。私たちは今生きているのは、私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださった、御子イエスキリストを信じる信仰によって生かされているのだということを今一度思い起こします。どうぞ、私たちはそのような大きな恵みをいただいているのですから、 パウロがまっすぐにイエス様に従ったように、私たちもイエス様から目を離すことはなく、イエス様の港をしっかりとついていくものとしてください。そして精霊様が日々私たちをイエス様の西方へと作り変えてください。主よ、ありがとうございます。まだ困難な時代が続いておりますけれども、私たちは決してイエス様から目を離すことをいたしません。 どうぞ、主ご自身が私たちを導いてください。決して失われることのない希望を与え続けてください。また、この希望を人々に述べ伝えるものとしてください。今日のこの生産の恵みを感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンでは、賛美いたします。<laughs> 清元がも五節六節をお歌いしこの生産式を終わります。 献金をお捧げいたしましょう三日、えー、歌、えー、今サグルをお歌いしながらお下げいたします の父なる神様皆をあめて感謝いたしますこうして11月の第一の礼拝に聖三式にも預かり心から感謝いたしますまた木下先生を通して本当にこの世の神サタンに惑わされることなく本当に私たちの心の を取り除き、あなたのご栄光を、本当にはっきりと受け止めるようにお導きください。また、ご病気や、本当にさまざまなご用事で、この礼拝に出席できない方々のうちにも、そのところにあって、同じ恵みをよって臨んでください。 本当にあなたから多くの恵みをいただいておりますけれども、本当に私たちのその感謝の気持ちを今ここに捧げました。これを御用のために清めて用いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。あ<の>あ ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして昭栄父御子御霊のお歌いし祝祷をいたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が三顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が三顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン どうぞお座りください。では、以上をもちまして、本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございました。